最上層最上層最下層ベルリン中央駅はドイツのベルリンにあるドイツ鉄道の駅である2006年5月26日サッカーのワールドカップドイツ大会開催に合わせる形で開業した設計はドイツの大手建築事務所ゲルカンマルクパートナーズによる東西冷戦下で2つに分裂していたベルリンでは長距離列車の拠点となる ターミナル駅も二つに分かれていた。旧東ベルリンのベルリン東駅と旧西ベルリンのベルリン動物園駅である。本来あるべき都心に立地する当駅に統合されたことで旅客の利便性は飛躍的に高められた。当駅の位置には第二次世界大戦直後までレール定期というターミナルが存在したが、1950年代をはじめに長距離列車の発着が廃止され、 ベルリン市街線の S バーン駅だけが残されていた。当駅建設に際しては、ベルリン S バーンの駅も含めて、完全に作り直された。IATA 空港コード、QPP が割り振られている。乗降客数は、ハンブルク中央駅、フランクフルト中央駅、ミュンヘン中央駅に次いで4番目に多い駅である。地上3階、地上からの高さ10メートルに位置する。ホームは、 東西方向に伸びている。島式3面6線を有し、そのうち1面2線は S バーン用のホームである。地下2階、地上からの高さマイナス15メートルに位置する。ホームは南北方向に伸びている。島式4面8線を有する。時刻表ではベルリン HBF と表記されることがある。南北方向の路線は東駅開業と同時に開業した。 南北地下ホームに並行して地下鉄のホームが併設されている。一面二線の地下駅。現在のベルリン中央駅の位置にあったレール定期のプラットホーム1879年現在のベルリン中央駅が開業するまでの経緯は政治的に諸般の事情が絡んだ非常に複雑なものである。ベルリンの鉄道網の変遷とも密接に関わってくるため、 以下にその概略を説明する。ベルリンに最初の鉄道が開業したのは1838年のことでベルリンとポツダムの間を結んだ。ベルリン側のターミナル駅は現在は廃止されたポツダム駅でポツダム広場の南西に設けられた。その後、ベルリンとその郊外や他の都市を結ぶ鉄道が相次いで開業した。これらのベルリン側のターミナルはいずれも 市の外縁にバラバラに設けられた。これはベルリンの中心部の都市化がすでに進んでいたためである。しかし、特に貨物輸送の点で不便なため、これらのターミナル駅を結ぶ連絡線が1850年頃に建設されている。この貨物連絡線は路面に設置されていたこともあって、ベルリンの市街地の拡大に伴い都市交通上のネックとなった。そのために、 これを廃止して新たに連絡線を建設することになった。それが1871年から1877年にかけて開通した路線で現在のベルリン環状線にあたる。当初は貨物輸送のみで1872年から旅客営業も始まった。これがベルリン S バーンの発祥とされている。環状線は多くの区間で旅客、 貨物列車が走る長距離線と現在のベルリン S バーンが走る短距離線が併設されていた。第二次世界大戦の前、ベルリンには以下のターミナル駅が存在した。西から半時計回りに以下の通りである。方面別にターミナルが分かれていることは、ロンドン、パリ、モスクワなどの事例とほぼ同様であると考えて良いが、都市を貫通する鉄道がある点が、 他の都市と決定的に異なっていた。駅名はいずれも行き先方面の地名をつけたものである。1880年代に入り、ベルリンの各路線を開業した私鉄は順次国有化され、プロイセンクニーウ鉄道に統合された。この頃、ベルリンの市街を東西、南北に結ぶ鉄道路線が計画され、1882年にはベルリンの中心部を東西に貫通する。 高架線が複々線で開業した。これがベルリン市街線で、ベルリンに関しては S バーンの語源となったとされる。なお、この路線は、シュレージエニ駅、レール定期を通るように建設されたが、レール定期は高架線に対し直角に位置していたが、に対し、シュレージエニ駅は、東西高架線が貫通する形に改造されている。一方、南北方向の鉄道は、 1910年代にレール定期を経由する地下線での構想が立案されていたが、技術的な問題や第一次世界大戦とその敗戦、経済的混乱により頓挫した。なお、第一次世界大戦後の1924年に全国組織としてのドイツ国営鉄道が発足し、ベルリンの鉄道も DRG の経営となった。九百三十年代に入り、 ヒトラ政権による社会資本の充実策、1936年のベルリンオリンピック開催に向けての都市整備の一環として南北方向の地下線の建設が再開された。1936年から1939年にかけてポツダム駅、アンハルト駅から東西高架線のフリードリヒ通り駅を経由し、シュテティーン駅に至る、 現在のエスバーン南北地下線が開通した。しかし、長距離線のトンネルは、ヒトラー時代には大ゲルマニア構想に基づく、東西南北の4大ターミナル駅整備計画が立案されたために、全く進展がなかった。1939年に第二次世界大戦が勃発し、1943年のベルリン大空襲から1945年のドイツ。 降伏直前のベルリン市街戦にかけて、ベルリンの鉄道網は壊滅的打撃を受けた。ベルリン市街戦で被害が大きかったポツダム駅は終戦後ターミナル駅としての機能を復活することなく、1945年に廃止された。終戦後の連合国による占領で、ドイツ全土とベルリン市街は、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の4カ国統治となったが、 1949年にソ連占領地域でドイツ民主共和国が建国、続いて三カ国占領地域でドイツ連邦共和国が建国された。ベルリンに関しては西側三カ国占領地域は西ベルリンと称され、ソ連や東ドイツの支配が及ばない地域となった。ただし DRG が運営していたベルリンの地上鉄道網はその後発足した。 ドイツ国営鉄道が、東西に関係なく、一元的に運営していた。ベルリン東駅エスバーン号は、旧東ドイツ国鉄などの手によって、1950年代中頃には、戦前の姿にほぼ戻ったが、6つあった、ベルリンの主要ターミナル駅のうち、西ベルリン側に属したアンハルト駅、レールテー駅、ゲルリッツ駅は、国家の東西分割により、 前者は1952年、後者2つは1951年に、それぞれ長距離列車ターミナル駅としての機能を失い、S バーンの駅だけが残った。東ベルリン側に属した北駅も、ゲルリッツ駅のそれとともに、東駅にターミナル機能を統合し、1952年に廃止された。また、バルト海沿岸へ向かう路線のターミナルとして、 リヒテンベルク駅が整備され、現在に至っている。東ドイツ国鉄は、ベルリンの市街を走るベルリン外環状線、上記のベルリン環状線よりもさらに外側の環状線の建設を推進し、自国内の長距離列車、貨物列車が、西ベルリンを通過しないようなルートの整備を進めた。これにより、東ベルリン側のターミナル駅は、東駅とリヒテンベルク駅の二つとなったが、 一方で、戦前のターミナル駅をすべて失った西ベルリン側は、東西高架線上にあった中間駅で、西ベルリンの中心部に近いベルリン動物園駅がターミナル駅の機能を受け持つようになり、西ドイツ国内と西ベルリンを結ぶ連絡列車の拠点駅となった。1961年8月13日、ベルリンの壁の突然の構築により、 それまで東ドイツ国鉄が東西の区別なく一元的に経営していたベルリンの S バーンはついに東西に分断された。ただし西ベルリン側の S バーンは引き続き東ドイツ国鉄が経営したため S バーンの運賃は鉄条網に払われる。などのプラカードを掲げた抗議活動が発生するなど市民の反感を買うこととなった。さらに 西側当局も東側の影響力を嫌い、S バーンと並行する U バーンの建設を進めた。その結果、西ベルリン側の S バーンの利用客は激減し、列車本数の削減やメンテナンス不良のまま細々と営業を続けていたが、1980年代初頭には、西側従業員の待遇改善を求めるストライキを、機に全線廃止の直前にまで至った。 これは1984年に西ベルリンの地下鉄やバスを経営するベルリン交通公社に経営が移管されたことで一応の解決を見た。ただし施設の老朽化から設備更新の上で再開されたのは一部の路線のみで環状線などは壁崩壊後まで休止が続いた。また長距離線も西ベルリンへのアクセスルートが一箇所に制限され、 連絡列車の運転本数も合計しても10往復に満たず、現在の EC、IC に相当する特急列車も運転されていなかった。このため、冷戦時代の西ドイツ西ベルリンのアクセスは、空路が主体で、動物園駅がターミナル駅といっても実際は極めて限定的で、あった。なお、冷戦時代の西ドイツ西ベルリン間の連絡列車が、 東ドイツ領内を通過する際には各車両車内に東ドイツ国境警備兵が天井し日本では想像がつかないような一触即発の緊張感のもとで運転されていたまたこの連絡列車は東ドイツ内は通過扱いであったが主要都市駅を通過する際には警備上の理由からホームから最も離れた側線を厳重な監視のもとで通過していた一方 東ベルリン側では、1987年にターミナル駅、東駅を中央駅に改称している。これが初代のベルリン中央駅である。1989年11月9日のベルリンの壁崩壊に続き、1990年10月3日、東ドイツが西ドイツに吸収される形で、東西ドイツが統合されたが、 鉄道に関しては1994年に民営化の上で統合されるまで、東西両ドイツの国鉄が別組織として存続した。統一後、東西ベルリン分割でズタズタになった、ベルリンの鉄道網の復旧が進められたが、旧市から長い年月を経過した区間もあり、環状線などは放置されていた駅施設の残骸を一旦撤去してさら地にした上で、新たに作り直す必要があり、 鉄道の復興には長い年月と莫大な費用がかかった。ベルリンのターミナル駅の機能は依然として東西高架線上にある東駅と動物園駅が担った。ベルリンを南北に貫く長距離線が存在しなかったため、特にベルリンの南方、北方から来た長距離列車はベルリンに近づくと前日の外環乗船をほぼ1、四周して、 東側あるいは西側からベルリン市街に入り東西高架線を走って前日の東駅や動物園駅に至る大迂回ルートを走っていたそのため時間的なロスが非常に大きく南北を結ぶ長距離線の整備が望まれたまた1993年のアイスのベルリン乗り入れの頃から旧西ドイツ地域からベルリンに乗り入れる列車が急増するようになると 東西高架線の輸送力が早くも限界に達していた。1998年5月のベルリン市内の電化管制に伴うダイヤ改正では過密ダイヤを原因とする大混乱が発生し、混乱の収集に数週間要するような事態となった。このため列車を分散させる必要性からも南北ルートの整備が急がれることとなった。一方で、 首都をボンからベルリンに移すことがドイツ連邦政府によって決定され、ベルリンに新しいターミナル駅を建設することも決定した。建設場所は帝国議会議事堂に近く移転する政府機関建設に合わせて十分な土地が確保できる旧レール定期跡地に決定した。東西高架線の S バーンの駅として S バーンレール定期が存在したが、 新中央駅の前後の区間は新たに高架線を作り直して駅を設置することになった。また一世紀近い県案であった南北長距離線も新中央駅を通る形で地下トンネルで建設されることになった。これに先立ち初代中央駅は1998年に再び東駅に戻されている。南北長距離線はベルリンの南方から ズユート・と黒いツ駅を通り、廃止されたアンハルト駅跡地付近から地下に入り、ポツダム広場の地下を通って、新中央駅の地下に至る。ここから北上七条に出て、東側方面と西側方面に分岐して、それぞれ環状線に合流する。東側方面には、S バーンのゲズントブルンネン駅に、従来の S バーン駅のほか、長距離専用の駅が新設されている。さらに、 ゲズントブルンレン駅の東方には、ノルトクロイツというジャンクションが設置され、東西北の3方向からの列車が長距離線、S バーンともに、いずれの方向も進行できるようになっている。地図で見ると、新設された南北長距離線の形状がちょうどキノコの形になるため、南北長距離線計画は、ピルズコントセブットと呼ばれた。2002年7月4日、新装なった。 S バーンレール停駅に最初の S バーン電車が到着し、同年9月9日には駅名をベルリン中央駅イコール0駅と改称した。当然のことながらこの時点では S バーンの電車のみが停車した。オープニングセレモニーショッピングフロア南側入り口、新中央駅の開業は当初は2003年の開業予定であったが、付近を流れるシュプレー側の移設。 駅舎の建設の技術的難易度の高さ、建設資金の大幅増加などの理由で工事が大幅に遅れた。一方で2006年にドイツで FIFA フフワールドカップが開催されることになり、開幕までに間に合わせるべく急ピッチで建設が進められ、2006年5月26日、2代目に当たる現在のベルリン中央駅が開業同時に 南北地下町距離線も開業し、ベルリンの鉄道網や運転系統は大幅に変化した。当日は、メルケル首相も、ライプツヒからのアイス特別列車で、南北地下町距離線経由で開業式典に参加した。この日と、翌27日は開業記念イベントが数多く、催され、5月28日のダイヤ改正を期して、正式な運用が始まった。 新中央駅南北地下長距離線の開業により、ベルリンの南側から来る列車と、ベルリンの北側から来る列車は、外環状線を迂回せずに、直接南北長距離線経由でベルリンに入れるようになり、大幅な時間短縮が実現した。同時に都心部を東西と南北に貫通する路線と二重の環状線を有機的に結ぶ鉄道網が完成したことにより、 ヨーロッパだ都市ではなしえなかった画期的なインフラ整備を達成した。地下線とは家首都中心部に南北中間線と中央駅を一挙に建設可能としたのはちょうどこの区域が東西ベルリンの境界でベルリンの壁によって有給地のままに残されていたことと前述のように鉄道が東ドイツ国鉄管轄だったために西ベルリン内といえども鉄道用地の所有権は 東側に帰属していたことが皮肉にも幸いし、旧レールで駅や土地は手つかずの廃墟で残っていたと、用地買収の問題がほとんど発生しなかった要因が大きい。一方で、旧西ベルリン時代からターミナル駅としての役割を担ってきたベルリン動物園駅は、新中央駅の開業により、夜行列車の一部を除く大多数の特急列車、特に アイス ECIC の全列車が通過することとなった。これに関しては、駅周辺の商店や住民から反発の声が上がったものの、結果として、特急通過駅となり、ターミナル駅としての機能は大幅に低下することとなった。また、東駅に関しても、旧西ドイツ地域への列車運転上の起点として、ターミナル駅の機能は残っているが、前日の通り、 南北長距離線にルートを変更する列車が数多く出たことで特急列車の停車本数が大きく減少している。東ドイツ時代のターミナルだったリヒテンベルク駅も S バーンと近郊列車が停車するのみの駅となったが駅設備は維持されて臨時列車の発着に利用されている。ありがとうございます。